廊下線は、中華人民共和国チャンス商連具模倣市と、甘粛省蘭州市を連絡する、中国国鉄の鉄道路線。全長は1759キロメートル。下中を東西に貫く、重要幹線であるとともに、太平洋沿岸の村宿模倣から、大西洋沿岸のオランダロッテルダムまで至る、新ユーラシアランドブリッジの主要路線でもある。 1904年に京幹線停止駅より、東は開封、西は落葉に至る路線として着工、1910年に開通し、以後も引き続き開封、落葉より東西両方向へ延伸した。東へは1916年に助集まで、1925年に開修まで、1934年には連ン港もまで開通。 西江は1927年に霊峰まで、1935年に西安まで、1936年には宝慶まで、1945年に天水まで開通している。1950年4月より天水乱州間の建設を開始。止めようした日本人技術者も動員して1953年7月に完成し、これにより、老海線全線が開通した。 1955年以降に、相次いで、帝州、蘭州、西安、方慶等のターミナルの改修工事を開始。1956年から1970年に、帝州方慶間の複線化工事が行われ、三門橋、ダム建設に伴い一部区間の経路変更も行われた。1980年に、方慶昇級館が複線化された。現在全線複線。 助州乱州館については減価され、定日旅客専用船等の完成までは和解号が投入されていた。本路線の敷設には多大な困難が伴い、中でも包景乱州館は、神霊山脈の六番山を貫き、伊賀峡谷の北岸に沿って敷設され、地質、地形ともに複雑で建設された、鉄橋、トンネルは比較的多い。当線の開通は、 中国西部地区の開発に対し大きな意味を持つ。連区も港東連東海県から審議、州助州京賀祭高校3から、恐れ条件小級民権乱高から開封、中房亭州、片四議園白用東白用ベンチ三門京三門京西、霊報道館火山以南から死に豊か鎮、西安館陽光平部高、 要領人災や破方形転水勧告、竹山老生帝西蘭州、霊法剣士牧山県設門1935年改定、第124ページには、鉄道は東の1000県より入居し、西の里県境に接す。東西58里、鉄橋4、トンネル5、民国14年工事開始、19年開通。とある。ありがとうございます。